はいどうもタクタクです。リグやっていきましょう。ちょっとナギとお話をするというか、休憩って何やったらしいけどね。あ、起きる起きる。何すればいいんだろう休憩、一人で勝手に行くなよ。置いていったら泣くからな。いいのかな、休憩ってなんかしなくて、生しなくていいの。オルゴール、まあいいや、出発しようか。うおー、休憩しなくてよかった。なんか開いた。今の揺れ何だっただろう。それに扉が開くような音が聞こえたよね。行ってみるか。行ってみよう。あー、なるほど、ここだね。やっぱりね、忘れてる理由は何だと思う？親友の姿すら思い出せないのはなぜだと思う？思い出せない方が幸せかもしれないよ。本当の番人の姿。なんかずっと隠れてるよね、リグ。ノアの機械人形を作る？そうだ、造形が難しいというのであればこれを使っても構わない。失敗しないでよね、機械と違ってそれの代わりはいないんだからね。これとかそれってまさかノアの死体のことを言ってるのか？他に何があるというのだ。まどろっこしいわね。ノアに機械を埋め込んで動かすことはできるの？できないの？何言ってるんだよ、あんたちゃん頭おかしいんじゃないか。有名になりたいのだろう。ならば作ることだ。成功したなら、あ、君が死ぬまで資金援助をすることを約束しようじゃないか。そうね、死ぬまではね。あなた今までバカにしていた人を見返してやりたいのでしょう。満足するまで資金援助をしてあげるのよ。悪い話ではないと思うけど。切り捨てろ、このバカども。バカにするな。機械人形はそんなことに使うものじゃない。俺はそんなことのために作っていたんじゃない。ヘドが出る。何が神の子だ。こんな狂った施設、俺の機械人形で全部壊してやるよ。君は勘違いをしているようだね。あれを見ても同じことが言えるかな。誰か殺したの、また。ミラジェ、寝てる。人質か。安心しなさい、眠っているだけだ。この子がどうなっても構わないならば好きにするといい。くっ、お前大切なお友達なのでしょ。どうするのかしら。ふふふふふ。なるほど、人質に取られてたわけか。あ、ノアが出てきた。もうやめてよ。ノア、なぜ。やめてよやめてよ。私のせいでもう誰かが死ぬのはもう嫌。うお、ノア。あ、違う違う、こんなの私が望んだんじゃない、私がやったんじゃない。いやー、ふう、まったく。私はね、なるほどね、世話は焼けるわね。自分のもう一人の人格。ああ、殺しちゃったの。まあいいわ、こいつら勘違いしててうざかったし。それに私はショックでしばらくは出てこないだろうし、考えようによっては都合、好都合ね。もう一人の私ね。殺される、冷え、呪われるぞ。あなた逃げるの？じゃあもういらないわ。さて、他の人はどうするのかしら。何が起きて。どうでもいいじゃない。それよりあなた余計なことしてくれたわね。もう少し発狂するところだったのよ。私の心を刺激するようなこと言わないでよね。はあ、これからどうしようかしら。正直あなたたちが私を復活させるなんてできるとは思えないのよね。どいつもこいつも本当に使えないわ。何かいい方法はないかしら。そうよ、なら作ればいいのね。私の世界を作ればいいのよ。こんな簡単なことに気づかないなんて、死んでいる間に脳みそ腐敗してたのかしら。私の世界。そうよ、私の鏡の中の世界。私が作る私の世界。そこでは誰も私を苦しめないし、ノア様って呼ばれないの。私が自由に暮らせる世界。でも私の力だけじゃ足りないわね。あ、そうだ。今屋敷にいる役立たずの学者と協力者を全員殺してエネルギーにしちゃいましょう。そうすれば私の世界を作り出すことができるわ。そんな、ノア様どうし。
一瞬。うるさいわね。私を神様を生き返らすことができなかったのよ。これくらいは当然の罰じゃない。あれ死んでない。あなたたちは特別に招待してあげるわよ。ミラジェ。ミラジェ。あなた、そんなにその女の子が 大切？それが友情？いや、愛情かしらね。くだらない。友情も愛情も錯覚。そんなものに惑わされたからみんな不幸になったのよ。せめてまやかしなのよ。その証拠を見せてあげるわ。大丈夫、大丈夫。あなたたちは殺したりはしないわ。だって、大事な人柱だもの。日本でもね、人柱、あ、なんか、何かを立てて、守るために人を生き埋めにして、みたいな、意味わかんないことありましたけど。うん、あれ、私、気がついたミラジェ。私、屋敷の旦那さんと話してたら急に眠くなって、それからどうしたんだっけ？睡眠薬でも使われたんだろうね。まだ完全に回復してなさそうだし、無理しない方がいいよ。頭はグラグラする。立てるのがやっとかな。キャハハ、友達ごっことか気持ち悪いわ。バカじゃないの。その気持ちが単なる錯覚だってことを分からせてあげるわ。ノア！え、ノア？神の子って死んだんじゃ？ええ、死んでるわよ。でもここなら、私の作った鏡の中の世界なら、私は存在することができるの。私が作った鏡の中の世界？ここは現実の世界じゃないのよ。私が鏡の中に作り出してもう一つの世界なのよ。何それ？そんなの信じられないよ。でも実際そういうことなのよ。受け入れてくれないと話が始まらないから諦めちゃってね。ノア、あんたが俺たちを連れてきたのはどういう目的なんだ？人柱ってさっき言ってたけど。そうよ、あなたたちには人柱になってもらうの。この世界で私が力を使うにはエネルギーがいるのよ。エネルギーは紛れ込んだ奴らから奪うとしても、それを、貯めておけないのよ。私にはもう体がないもの。だからそのエネルギーを貯めておける容器として人柱がどうしても必要なのよ。でもね、容器は二つもいらないのよ。人柱は一人いれば十分。だからあなたたちのどちらかを元の世界に返してあげるわよ。え？ほら、戻りたいのはどっち？早く言わないと帰れなくなっちゃうわよ。何言ってるの？そんなの選ぶわけがない。リグも私も元の世界に返してよ。リグ？はは、選択早いわね。いくらなんでも白状すぎるわ。さすがの私も同情しちゃうわね。お前の能力って暗示だよね。つまりそれって記憶も操作することがぐらいは可能ってこと？それくらい余裕よ。前に忘れたことがあるってお願いしてきた人間たちのお願いを聞いてあげたこともあるくらいだし。で、突然何の話なのよ。ミラジェから俺に関する記憶を消して、ミラジェを元の世界に戻す。え？は？え？できるんでしょ？人柱は俺が引き受ける。だからミラジェを戻してやってよ。あなた、他人のために自分を犠牲にするの？何それ？何それ？私そんなの、そんなの知らない。バカみたい！バカみたい！あなたも、あの羊たちも、みんな、バカなのよ。リグ、何言ってるの？私そんなの認めない。絶対にそんなの。リグ、体がうまく動かない。睡眠薬、聞いててよかったよ。これなら俺の力でも押さえつけられる。リグ、やだ。待って。私こんなのやだよ。ノア、早くしてよ。まさかできないの？あんなこと言ったくせに、ずいぶんと情けない神様だな。できるに決まってるじゃない。後悔するに決まってる。好きなだけ後悔するといいわ。時間はいっぱいあるもの。後悔する無様なあなたの姿を見るのが楽しみよ。待って、やだ、私忘れたくない。お願い、やめて。あれ、ここは？はい、記憶消したわよ。
あとはその子がその鏡に触れればその子だけは元の世界に戻れるわ。すいません、ここってどこですか？ごめんね、ミラジェ。忘れて。俺のことなんか忘れて、幸せになってくれよ。こんな俺と友達になってくれて、ありがとう。俺は、ずっと忘れないから。こんな感じだったんだ。え、あなたは？そうだ。そうだ、そうだったんだ。あの後私は、山の中の屋敷にいる意味もよくわからなくて、山を降りて町に帰ったんだ。奇跡の生き残りって言われて、いろいろ質問されたけど何も思い出せなくて、町の人にも腫れ物を触れるみたいにされて、それで普通の生活に戻って3年経ったんだ。よーし、元気に育ってるね。お母さん、ミラジェ、ここにいたのね。お母さん、どうしたの？ねえねえ、ミラジェ、あんたの部屋掃除したら変な箱が出てきたわよ。変な箱？これ、オルゴールみたいよ。ほら、横にゼンマイがあるし。この音を聞いて、少し思い出したと。ん？あら、綺麗な音ね。壊れてないみたいだし、大事にしないとダメよ。ミラジェ、どうかしたの？リグ。ちょっと、ミラジェ、あんた急にどうしたのよ？あの日、リグからもらったオルゴールの音を聞いたら、なぜか記憶が戻って、それでリグを助けにあの屋敷に戻ったんだ。そしたら言ったわけだな、ノアが。あなたが来るとは思わなかったわ。ノア！え？私のことわかるの？もしかして暗示を自分で解いたの？へえ、すごいじゃない。自分で解けるとは思ってなかったわ。そんなことはどうでもいい。リグはどこにいるの？リグを返して！焦らないでよ。今からリグに会わせてあげるわ。え？でも、普通に会わせても面白くないわね。何か暗示をかけておこうかしら。いいこと思いついたわ。私のことをリグだと思い込むように暗示をかけましょう。3年間退屈してたわけやもんな、こいつは。うふふ、リグはどうするのかしら。楽しみね。そうだよ。そうだったんだ。全部、全部。全部思い出した。うん、あれ明るい。もしかして元の世界に戻ってきたのか？行かなきゃ。え、どうしたんだ？全部思い出したの。だからリグのところに行かないと。思い出した？それってまさか。うん、だから私行ってくるよ。おい、ミラジェ！またここか。待ってて、リグ。お、ナギは来ないのかな。これはやる意味あんのかな。あ、いた。あ、入ってないのかな、扉。思い出せたんだね、ミラジェ。ちゃ、思い出せないままの方が幸せだったかもしれないけど、私はね、ミラジェが思い出してくれてよかったと思ってるよ。ちゃの言ってたリグっていうのは万人のリグの方だったんだね。本当のリグ。ここの扉をくぐればリグのところに行けるよ。寄り道してみてもいいかもね。今はまだ意味ないかもしれないけど。ほう。寄り道。ここが違う。寄り道？そういう意味じゃないのかな。入った先の道ってことかな。リグがいるって言ってたけど。髪も白髪になって顔色悪いわ、よくないわね。大丈夫？もしかしてミラジが死んだかもって考えたりするのかしら。うるさい。そんなんじゃないよ。お、
わかる。え？ふーん、来たみたいね。なんでどうして戻って？リグ。え、今俺のことリグって、嘘？どうして？私全部思い出したんだよ。うふふ。思い出してもらえてよかったわね、リグ。ノア、お前まさか暗示を解いたのか？私は何もしてないわ。思い出したのはミラージュの力よ。それより感動の再会なのよ。もっとベタベタしなさいって。ほらほら、遠慮しないで。ミラージュ、思い出したのか。3年もかかっちゃったけど、ノアに記憶操作もされたけど、私思い出したんだよ。そっか、思い出しちゃったのか。今じゃなくても今じゃなくてもいいじゃないか。思い出して欲しくなかったのに。俺だってミラジェと一緒に帰りたいよ。でもダメなんだよ。だから早く元の世界に戻って。なんでそんなこと言うの？せっかく思い出すのに一緒に帰ろうよ。一人は人柱として残されるんだ。仕方ないだろう。人柱がいないと力を使えなくなるからね。一人は残ってもらわないと困るのだけど。今回はどっちが残るのかしら。ノア、お前何言って。私は聞いてみただけよ。ミラジェ、ちょっと何する気？リグが私にしたことを今度は私が代わりにやるだけだよ。バカ、やめるんだ。やめないよ。握力強いからね、今の。ミラジェ、うっ、腹パン来た。リグ、あ、違った。リグ、普通にもう体が限界。痛い。どうしたの？どこ怪我してるの？不意打ち。こんな演技に騙されてくれるなんて。やっぱミラジは素直だよね。リグ、騙したの？騙してばっかりでごめん。嬉しくないのもわかってる。これは俺のわがままなんだ。ミラジが元の世界で元気に笑って暮らしていくのが俺の幸せで、俺の願いなんだ。いつ、い、い、いつじゃない、い、嫌だ。一緒に帰るのがダメなら、私もここにいる。ここで、ずっと一緒にいる。その選択もある。残酷な提案してくれるね。少し前の俺だったら揺らいでたよ。でもね、もう、それも、無理、なんだ。ん？え、リュウ？それって？うん。これでやっと全部終わらせるんだ。終わらせられるんだ。さあ早く戻って。あいつが気づく前に早く。体が限界なんだ。そんな、いや、嫌だよリグ。そんな別れなんて嫌だよ。大丈夫だよ。俺はミラジの心の中に生きていくから。今度はずっと一緒にいるから。ずっと覚えてて。忘れないで。俺と友達だったって、俺がいたって、ミラージュの中に残しておいてよ。それから、また会えてよかった。思い出してくれて、ありがとな。リグ！あれ、寄り道やっぱできたんか、これ。終わった！元気でね。やっぱりリグが残るのね。でもそれってただの自己満足よね。ミラジはこれから一生苦しんで過ごすことになるわよ。リグを見捨てたってね。リグは満足かもしれないけど、残された人って辛いのよ。ずっとずっと苦しんでいくわ。幸せになれるはずがないわよ。まあ、自分自身が、ノアはそうだったのかもね。父さんと母さんがいなくて、偉い奴らに拾われましたからね。前回は記憶を消したから大丈夫だったけど、今回はそうはいかないわよ。あ、かわいそうなミラジェ。せっかく元の世界に戻れるのに一生苦しんで暮らしていくなんて。本当にバカだったよ。大バカよ。自分の欲に忠実になればよかったのに。ミラジェと一緒にいたいならずっとこの世界で一緒に暮らせればよかったのに。暮らせばよかったのによ。よかったのよ。結局リグはミラジェのことを一番苦しめる選択をしちゃったのよ。うん、自己満足だったよ。ミラジの記憶を消すなんてさ。え？
俺のことを覚えてたらきっと苦しむってそう思ってた。だから俺の存在を消してしまえば幸せだってそう思ってた。でもさ、それこそ俺の自己満足だったんだよ。結局さ、俺はミラジェのこと信じてやれなかったんだ。ミラジェを背負って生きていける強さがある。俺のことも全部背負ってひっくるめて生きていける強さを、持ってる。だから記憶を消す必要なんて、ちょっと読み間違ったね、さっき。最初からなかったんだよ。そんなのわからないじゃない。それこそ自己満足よ。ミラジェがそんな強さを持ってるなんて、リフにわかるはずないわよ。わかるよ。だって俺は、ミラジェの親友だからね。何それ、親友、友達、仲間、バカじゃないの。そんなの根拠も何もない。私はそんなのわからない、知らない。そんなの知らないわ。ノアには待っててくれるウィルさんとかアキがいるじゃない。知らないなんて言わせないよ。嘘つくな。私にはわかるの。みんな恨んでる。私に関わったせいで死んだことを恨んでるのよ。近づけさせないから、私を傷つけるものは全部消えてなくなればいいのよ。この分からずや。3年も一緒にいるんだから信用してよ。俺ってそういうひどい嘘つくようなタイプだと思う？ひどい嘘をミラジェについたわよね。それを言われると何も言い返せないな。バカにしてるわよね。こうなったら覚悟しなさいよ。覚悟？ほんの数ヶ月あれば鏡の修復ができる。修復が終わったらまたミラジェをここへ呼び出してあげるわ。次は絶対に返してあげない。ああそうね、その時にはリグの記憶もいじってあげるわ。二人が憎しみ合うような記憶を刻んであげる。お前にはできないよな。だってもうそんな時間はないんだから。リグ、何やってんのよ。騙し討ちでもするつもり？ミラジェは引っかかってたけど、私が騙されるとでも思ってるのかしら。血。なんで血が出てるの？私はそんな攻撃しないわよ。自分で刺したの？いや、ありえない。私の暗示は完璧だもの。解けるはずないのにどうして？偶然だったんだよ。お前が書庫で機械人形を爆発させた時に、部品の破片が腹に刺さったんだ。嘘でしょ。大丈夫よ。私は神様よ。これくらいの怪我なら簡単に治せるわ。治りなさいよ。あんたができるのは暗示でしょ。これは脳の制御でどうにかできる怪我じゃないよ。わかるだろう。俺はもう治せるって言ってるでしょ。私は神様なのよ。神様なんだから。もしかしてこれで死んだら記憶が消えて現実世界に戻れるとか都合のいいこと考えたりしてる？期待させるのも悪いから言っとくけど、リグはこの世界、死んだって現実世界に戻れないわよ。死んで現実世界に戻れるのは鏡の中の世界が正常に機能している場合、つまり私が力を使える場合に限るの。だからリグが死んで私の力がも、力の元がなくなったらただ死ぬだけよ。無駄死によ。だからそれくらい分かってる。そんな甘いこと考えてない。もう死ぬんだって分かってるよ。だったらどうして？これが一番いい選択なんだ。ミラジェとナギが現実世界に戻って俺がここで死ねば、もうお前は力を使えない。だからこの鏡の中の世界には二度と人が迷い込むことはない。他人のために犠牲になるっていうの？何よそれ。もう終わりにするべきなんだ。こんな世界も神の子の輪も終わらせないわよ。だって私神様だもの。これくらい直せるんだから。私の世界を終わらせないし、リグだって死なせてあげないわ。治ってよ。治りなさいよ。私は神様なのよ。神様なんだから。ノアは人間だよ。ちょっと不思議な力を持ってるけど神様じゃない。これぽっちな、こんなちっぽけな人間一人助けることもできない、ただの人間だよ。だからもういいんだよ。神様をする必要ないんだよ。好きにしていいんだよ。神様、人間、
私は、お、本来の我が、私は人間でいていいの？そんなの人に決めてもらうことじゃないだろうが、自分で決めるんだよ。そっか、いいんだ。頑張らなくてよかったんだ。気づくの遅いんだよ、バカ。リグ、死んじゃうの？そんなのダメだよ。リグがいなくなっちゃったら私の力が使えなくなる。みんな恨んでるんだもん。私のこと恨んでるんだもん。怖い、怖いよ。恨んでないってずっと言ってるでしょ。嘘、嘘だよ。そんな都合のいい話があるはずないんだもの。そうだとしてもずっとこのままでいていいと思ってるの？ノアはずっとこの世界に一人でいるのか、ずっとウィルさんたち、ん？ずっとウィルさんたちは待ち続けるのか。ダメだろ、そんなこと。だから勇気出していつまでもうじうじ後ろばかり見るのよ。最後なんだ。もう最後なんだから言うこと信じてくれよ。最後。本当に？みんな待っててくれるの？私のこと恨んでないの？恨んでないよ。大丈夫だから。わかった。私、頑張るよ。頑張るから。そっか。安心した。だからリグも頑張ってよ。死なないでよ。やだよ。お願いだから置いていかないでよ。では最後の力を振り絞って、リグを返してってくれ。死んでもそばにいてよ。いや、そっちか。私一人だけじゃ何もできないよ。怖い、怖いよ。ダメだよ。俺がいたらノアが前に進めない。逃げ道なんてごめんだよ。大丈夫だよ。俺はここで生きてるよ。え？ノアの中でも俺は生きていくよ。ずっと背中を押していてあげる。だから大丈夫。頑張って。あ、リグ！リグ嫌だよ。死んじゃ嫌だよ。神さんお願いします。もう逃げたりしません。逃げたりしないから。だから。お願いします。リグを元の世界、あ、やった！返してあげてください。うん。ちじゃん。終わったー！帰ったのか？帰れてない。わからん。時間差か？時間差なのか？消える。間に合ったか？間に合わなかったのか？こっちが消えたから、現実世界は機械人形。うん、動かないね。落とすの？あ、持って帰るの？そうだよね。リグが作ったものだからね。一番の傑作だもんね。ナギ引いてたけどね、あまりの握力に。お前それ動かせんのかよと。お、あー、リグ返せなかったんか、ノア。あ、でも消えた。あ、でもノアが来た。ということは、いや、待ってくれた。ノア様と、頼む。返してやってくれ、リグを。あれ？ダメなパターン？あれから1年の時が経過した。ここをこう調整してこうすれば。おー、動いた？やった、成功したよ。おー、すげえじゃねえか。てっきり爆発でもするかと思ったぜ。
む、必死勉強したんだよ。そんなヘマするわけないじゃないの。おみらじも、ついにそんなお勉強するようになった。そんな怖い顔すんなよ。冗談だって。冗談だ。泥棒はやめたんか、なぎ。あれから一年か。しかし、みらじもよく立ち直れたよな。最初はどうなるかと思ったけどよ。いつまでも沈んで、もういられないからね。それに、イグニには笑っててほしいって言われたから。だから。あ、そうだ。ついにあれの修復が終わったんだよ。あ、大きいやつ。あ、ほんとか、どれどれ。超でけえ、機械人形。おお、綺麗に治ってるじゃねえか。外装はボロボロだけど、内部はそんなに壊れてなかったんだ。あれ、動かねえぞ。まだ治ってなかったの？なかったのか？起動のパスコードを入れないと動かない仕掛けになって、してあるの。随分と面倒な仕掛けにしたんだな。そういや、中身の機能の方も直したのか？壁壊せるようなパワーとかあったんだろ？その機能は修復しないことにしたの。え、どうしてだよ。あの力があれば利用できることも増えて便利なんじゃねえの？便利かもしれないけど、あの力は誰かを傷つけるかもしれないでしょ。私、リグが残してくれたものが悪用されることだけは絶対に嫌なんだ。そっか、ならいいんじゃねえの。でもね、一つだけ機能追加したの。それってどんなって見た方が早いな。ちょっと動かしてみせてくれよ。そういや、起動のパスコードで何にしたんだ。ナギならわかるよ。なるほどね。起動パスコード RIG を確認しました。オルゴール機能か。いや、リーグはある物語の話です。とある町に大きな大きな機械人形がありました。その機械人形からは、その風貌とは不釣り合いである優しい音色を奏でる機能を持っていました。やがて持ち主がいなくなった後も、その機械人形は音楽を奏で続けました。いつまでもいつまでも優しい音色を奏で続けたそうです。グッドエンド、リグの歌。記憶に星が刻まれました。何か物語に変化が起こるかもしれません。クリア後の攻略ヒントを見ます。頼む。リグは、このゲームはグッドエンドクリア後にしか発生しないエンドが2つあります。クリア後の攻略の条件、グッドエンドを見ている、最後の心の迷宮から屋敷に戻れる場所があるので、屋敷に戻った後にクリア後の限定イベントをこなす。さつまいもを全部集める。かっこ30個もあんの。リグ、万人の好感度が高い。ナギの好感度が高い。グッドエンドのクリアのセーブデータには星がつきます。そこから続きを行うとクリア後のイベントを進めることが可能になります。待って待って、おマジかよ。ここか。アイテム何個今？8個足りん。はい、ということで、じゃあこれはもうね、グッドエンド2つまだあるんでしょう。他のエンドかグッドかどうかわかんないけど、それをね目指していきましょう。じゃあ次回終わりと思いきやの、なんかこのグッドエンドもある意味では綺麗にまとまったのかなと思うけど、あのリグがどこに行っちゃったのかがわかんないからね。うん、これも絶対回収しましょう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またこの続きは次回やっていきます。それでは、したっけ。